57歳。ドリフト走行を多用するドライビングスタイルからついた呼び名はドリフトキング。山に囲まれた長野県で生まれ育った土屋さんは峠の走り屋として腕を磨き、21歳の時にレースデビューを果たす。そして本格的にレーサーを目指し上京。そこで頼りにしていた人物を訪ねると、その編集部の社長室の机の下で寝ろって、そのじじいや足臭いの。でその大ちゃんの机の下で1年間寝てました。その後国内の GT 選手権など数々のタイトルを獲得した土屋さんはル・マン24時間レースに参戦。驚異の30台抜きをやってのけ、見事 GT2 クラスの優勝に輝いた。そして惜しまれつつ2003年に現役を引退。盟友鈴木アグリとレーシングチーム ARTA の運営に携わり、近年では稲田大二郎と共にドリフトマッスルというドリフト競技を立ち上げた。俺この番組結構見てるけど、ね、鈴木アグリには優しいよね。なんで俺にはそうなの。いやなんででしょうね。なんでだろうね。今日初めて乗った車から現在の愛車まで、土屋さんの愛車遍歴と人生を振り返ります。おぎやはぎの愛車遍歴ノーカーノーライフ。土曜夜10時は愛車遍歴、定着しましたか。いい始まりだね。定着しましたか。いやしたんじゃないでしょうかね。結構まだ見てるって評判はありますからね。そう、見やすくなったって感じですよね。で今日はね、元レーシングドライバーでドリキンことドリフトキング土屋圭一さんです。よろしくお願いします。出た、はい、出たドリキン、ついに来ましたね。ありがとうございます。なんか噂によるとこの番組ご覧になったなんて聞きましたが。見てましたよ、もうアグリから電話が来て。アグリさんの回ご覧になったってことですね。え、電話が来たんですか、アグリさんから。そうですよ、おぎやはぎの番組、こういう番組あるんだけど俺出るから。だから何。そうなりますよね。だから何、うん、でも俺は見た。言われたから見た。ちょっと悔しかった。で今回あの土屋さん出ることは、はい、アグリさんはご存知ですか。言いましたよ。じゃあ向こう何て言うんですか。だから何。ありますよ。そりゃそうだよね。わけわかんない別に。すごいね。まあ今回2人目しかも仲良しですからね。はい、はいはい、さあ土屋さんで言ったらもうドリキンでね、もう僕らもテレビで見てましたけど、はい、車はもうやっぱ昔から好きですか。好きですね、中学の時からですね。あ、お中学、はい、中学生の時にテレビ見て、で高橋邦美さんの日本グランプリでサガンナ対ハコスカ GTR、うん、で親父もその影響を受けてスカイラインに乗ってたんですよ。あ、父さんも GTR スカイライン乗ってたんだ。 うわ高橋邦美さんってかっこいいな。高橋邦美さんって今どんぐらいすごい。僕からすると直立不動の人ですよ、前にいたら。あ、そうですか。もう神だ。神ですよ、本当にレース界の神ですよ。すんごいですよ。だって僕がテレビ見てた頃ってその日本グランプリの観客15万人とか13万人とか。すごいな、そんな人気だったんだ。時代だったんですか。いやすごいですよ。でもすごい早い段階からもうレーサーになろうって考えてるんですか、中学ぐらい。ないですよ、長野の田舎者ですから。そのなんだろう、車は確かにないと生活できないんで。ああ、そうそう。だから親父がそういうものを持って、僕はその中学の時からギターやってたんで。バンド。はい、バンド。バンド。全然違うじゃないですか。ね、バカにしてない。いや、バカにしてないですよ。バカにしてないけど、なんかイメージ。やっぱフォークソングの時代ですよね。ね、アグリの時はすごい優しく接してなかった。いやいやいや。そんなこともないと思うけど。同じです。そう、それだったらいいんだけどさ。免許はいつ取られましたか。免許バイクが16じゃないですか、はい、で車が18で、うん、でバイトで貯めた金プラスお袋に足してもらって、で箱スカですよ。元レーサー高橋久仁生の憧れから購入した人生初の愛車、日産スカイライン 2000GT。
タコスカの愛称で親しまれ、スカイラインの人気を決定づけたモデル。この車を土屋さんはなんと3台も乗り継いでいた。18歳で日産スカイライン 2000GT、 そして20歳で日産スカイライン 2000GT、 そして21歳で日産スカイライン 2000GT。 憧れてんな。すごいな。もうだって頭の中高橋邦光ですから。そうかそうか、まあ、憧れがあるからね、はい。じゃあもうこの頃はバンバン走ってたんですか。どう攻めてたでしょこれ。いや、20歳までは、だから駅前暴走族ですよ。駅前暴走族の意味が分かんないですけど、走らない、走らない。見た目は暴走族風に見える。どういう格好、格好はどういう格好してるんですか。シャコタンベタベタ、シャコタンブギですよ。シャコタンブギ、シャコタンブギね、はい、格好だけは一人前。いや、みんな結構その駅前ではじゃあ何台も。そうですね、だから峠を走る走り屋と駅前にたむろするなんちゃって暴走族と分かれてましたよね。こうで、なんちゃっての方だったんですか。もちろんナンパじゃないですか。ナンパじゃないですか。レイさん、ね、レイさんの人なんだから。レイさんの人ですよ ね、 そっち行くでしょ普通は。峠に行かないですよ、危ないもん。危ない。僕そんな人がレイさんなんだな、そうなんですよ。ねえ、そこなんですよ。絶対慣れないタイプですよね、だから駅前で満足できなかったんですよ1年ぐらいでも。なんかこんなとこでたむろしてタバコ吸ってコーヒー飲んで何が面白いんだろうな。そう、気づくの遅いな。1年経ったんですね。気づくのに。で、峠を走ってるやつらがいると、で 5,6 台いたんですよ、はい、でそれを見に行ったんですよ。バカだなこいつら、危ない危ない危ない。そいつらが行った後後ろを走っていく、ついていけない、速くて。おうおう、そこからですよね。土日はみんな来るんですよ、金土日は。で、人が来ない月火水を僕は走ったり、いないところにこっそり練習で、一人で田んぼに落ちたり峠から落ちたりして、来てんだ、こう這い上がってきて。這い上がってんだ。危ない。だからもうほとんど走れば全損ですよ。でも下手だと普通スピードがあんま出さないじゃないですか。だけど気分は高橋邦光じゃない。ああ、そこ見ちゃってんだ。そうそう、俺は高橋邦光だってコーナー入ってくると思ってやってるから、だから曲がれるわけがない。いや、すごい度胸がすごい。度胸すごいわ。今考えればそうですよね、そうだから田舎もんしか走らない峠を走ってマイナーのところ行って、今度はメジャーなもうこう銀座のような薄い峠っていう。薄い峠、薄い峠は軽井沢のね、そこ行けない、なかなか行けないですね。あそこはもうすごいのが集まってくるんだ。もうその各県、関東の各県のトップクラスが集まるんですよ。漫画みたい。漫画だ、漫画だね、本当。もう本当にイニシャル D ですよ、イニシャル D だ本当。でその当時僕がその薄い峠にデビューするかしないかって言った頃は、全日本のラリーのチャンピオンの連中が走ってるんですよ。え、薄い峠は。嘘、プロ、プロが走ってるんですか。そういうとこチャンピオンが走ってる。はい、ちょっとこれ素人は太刀打ちできないですね。そうだから、やつらが帰った後練習するとかね。こうスカイライン、スカイラインって書いてありますけど、全損で乗り換えてただけです。結局これだけど、いろいろお金かかるじゃないですか、改造するのに。金かかりますけど、昼間会社に行って夜クラブで働いて、で12時過ぎからピンサロで働いてっていう。でそれで山走りに行くでしょ。山走って1時2時間走って、で家帰って寝ると起きられないから会社の前行って寝てる。うわ、すごい。まあお金かかるからね、金かかりますよ、レースは。そうですよね、だからレースはでもただあれですよ、峠を走っただけですよね。別にプロじゃないじゃないですか。まあなんちゃってレーサー。じゃあいつレーサーになろうってなったんですか。たまたまその21のなったばっかりの頃、先輩がレースやってて、一緒に峠走ったらとんでもなく速いのね、で、おレーサーってのは速いんだ、で21の後半ですよ、レースに出てみたら全くぶっちぎられて前が見えない9位だったわけですよ。その時はその上田最強ですよね。薄い峠最強。え、薄い峠最強になってんの。もうそうですよ、早い早い。21歳でいや、だからもう本当にその全日本のラリーチャンピオンから関東勢が集まる、栃木とか茨城とか埼玉からみんな週末来る、そいつらをみんなぶっちぎったところで、あすげえレースに出たんですよ。薄い峠最強になった頃、土屋さんが意気揚々と臨んだサーキットレースでは前が見えない9位。その悔しさからツーリングカークラスで高い戦闘力を誇ったサニーへと乗り換え、本格的にレース参戦していく。悔しくて悔しくて仕方がなくなって、スカイラインを売っ払ってサニー普段も乗るっていう。
でレーシングカーも3人。最終的にはどうなったんですか？9位から入って。もう最終的にはチャンピオン取ったんですけど、それまでが、まあ、あの他の関東勢から言わせると、土屋は表彰台に乗るか前走になるかっていう一か八かの勝負をしてたわけです。最終かホームランかみたいな、はい、最初9位でしょ。その、うん、壁を感じたわけじゃないですか、そんな全然前が見えなかったところで入ってって最終的にチャンピオンになるわけじゃないですか。その何が違うんですか？だからもう1週間に10日走ってましたよ。それは上手くなるわ、1週間に10日走れば。普通7日しか走れないもんね。そうですよね。でもやっぱ何でもそうですけど、事故ったりとか、まあ、そ前損したりね、その横転したりするじゃないですか、それで恐怖心がやっぱ出てくるじゃないですか。普通はないですよね。だって3ヶ月入院してた時もそうですけども、うん、顔28針塗って脳挫傷を起こして、だからその怖さはないですよ。いやそれあったから怖い。だから怖いんです。そういうの経験しちゃうと次怖いじゃん。そう多分ですよ、レーシングドライバーっていうのは俺だけは大丈夫って思ってるんですよ。でも一回それになったじゃないですか、その全ね、大怪我してじゃないですか。もう俺だけは大丈夫と思ってたのに。そう、それは俺の責任じゃない、タイヤが悪い、車が悪い。なんかアグレさんも同じようなことしたな。自分のミスでは絶対に言ってた。ね、クラッシュしたいって。ああ全部他のせいだって。ああなんて俺はダメなんだろうとか、なんて遅いんだろうって考えた時点でプロにはなれないと思いますよ。いや認めないんだ。認めないですね。すげえ。物のせいにしますよね。さあこの後最初の愛車が登場しますが、はい、どうですか、どれに出てきてほしいですか？やっぱり高橋邦光さんでしょう。ねえ、まあね、最初神が降りてこないと番組始まらないでしょ。まあね、出てきてほしい、ええ、うん、違ったら面白いけどね。そんなそういう番組じゃないよ、ね、全くこれと関係ないの。関係ないの出てくる。ゴールデンウィークにおぎやはぎの愛車遍歴フェスティバル in お台場を開催します。僕らの車をはじめ数々の名車が大集合。皆さんぜひ遊びに来てくださいね。詳しくは番組ホームページのバナーをチェックしてください。ゴールデンウィークはみんなでお台場愛車フェス。今回は土屋さんということで、うん、こちらの本庄サーキットにやってきました。来ましたね。来たね。サーキット、初サーキット。初サーキットだね。人生初ですね。あ、そうですか。初。はい、初です。初、うん、初だから。サーキットいいですよ。いや、本当に。いいでしょう。憧れ、憧れ。さあ、じゃあ、最初の愛車に登場してもらいましょう。どうぞ。うん、はい。お、いい音。僕らも遠くから。あ、来た。いいですね、いいですね。出ましたよ。来た、来た。あれ？レース界の神高橋邦光に憧れ3度も乗り換えてきたのが日産スカイライン 2000GT。 エッジの効いたスタイリングにリアフェンダーのサーフィンラインがデザイン上のポイント。ハクスカの愛称で人気を博したモデルである。あれちょっと待って、あれはだってあ手振られたけど、あ、まさか知り合いか。あ、知り合いだ。そうなんです。あの、これあの、前ね、三本さんの会の時に持ってきていただきました、中古車販売店の香取さんです。香取さん、ちょっとお約束忘れてんじゃないですか。ちょっと忘れてる。あ、ホイール外れないね、今日は。お約束、あ、見てますね。見てますね。見てますよ。はい。そのお約束、ホイールが外れた奇跡の瞬間がこちら。綺麗ですね。ホイールが、ホイールキャップが飛びました。なかなかのアクシデント。あれどうでした、あれ番組出て外れたの大谷されたじゃないですか。反響、キャップ外した男で有名になりました。有名になった、いい感じで転がりました。転がりましたね。ゲストの愛車をとことん調べる愛車点検ならぬ愛車ドックをスタート。こちらですね、スカイライン 2000GT ということで、スカイラインの生みの親桜井真一郎さんが主任設計者として車両開発全体を仕切った最初のモデルになります。はい、足回りは四輪独立喧嘩で、まあ、走行性能がすごくよくで快適な乗り心地もあるということで、はい、普通にも乗れるしスポーティーにも乗れるし、そういった車として設計されたものですね。はい、でエンジンは105馬力
はい、2リッター直6ですね。15馬力なんだね。最近少なくなりましたね、直6ね。この時代にはパワーがある方ですよ。ある方ですよ、ね、まあ、ね。今となるとね。今なんか100みたいな、ね、なっちゃうけど。はい、その時はこの当時はもうそうでしょう、100あれば。そうか、いや、このサーフィンラインがいいんですよ、これ。そうですよね、わかる、かっこいいよね、ほんとかっこいい、ね、なんかもうさ、ほんとかっこいいよ ね、かっこいい、これもかっこいいね。これね、東京オートサロンなんかで、うん、レストアした箱スカの GTR、うんうん、僕ね好きだったんで、はい、これいくらしますって言ったら1200万とか言われて、え、そんな、はい、ありがとうございましたって書いてそんなに、そんなにですか。もうフルレストは必要ですね。これで走らない暴走族やったわけですね。え走らない暴走族、あ、まあそうとも言いますね。そうと上田駅のね、駅前と見立てでちょっと雰囲気をお願いしてよろしいですか。雰囲気、雰囲気、そうだから、みんな何十台も上田の駅前に集まるわけ、うんうんうん、ね、今新幹線なんか通っちゃってちょっとしゃれてんだけど、はいはいはい、でまあこうやって車集めて並べてこうやってタバコ吸ってああ俗っぽい、そこは、あ、まあ、これはノーマルだから、はい、だけど俺んのは高橋国光仕様って言って、はい、バンパーも何もないの、あ、走り屋だもん、そう、全部バンパーも前後取っちゃって、はい、でエアロっていうのをつけて羽根つけて車高落としてレース仕様みたいな感じ。でも走らない暴走族すごいね、なんちゃってなんだから、ね、走らない暴走族が展示とパレードだけってことですよね。だって、スピード出すと危ないんだよ、すごいな。そうですよ、最高のアングルをちょっと教えてください、土屋さんにとっての。土屋材、顔正面、まあ箱須賀正面真っ正面、ここだってその当時この顔を見ただけでみんな車が避けるんだもん。ちょっとじゃあ乗ってみますか。いや、乗りましょう、はい、まあね、うわ、土屋さんの車乗るのいいね。今日ホイール外れないよね。今日大丈夫です。大丈夫でね、今日完璧にやってきたって言ってました、はいはい、いい音してますね。おお、おお、まともなんかこれ楽しいな、このコース。あ、でもなんか走ってると結構長いんだな、思ったより。どうですか、久々に乗ってみて。懐かしい、何十年前ですかって。ねえ、ねえ、本当ですよ、あの頃のことちょっと思い出します。いや、色もやっぱこの色ですか。シルバーですよ、やっぱシルバーだよね、箱須賀はシルバー、これはもう絶対だよな。もう懐かしいわ、懐かしい。やっぱコース取りはさ、バウリーさんの時もそうだったけど、プロのさドライバー早いんだよね、綺麗なんだよね、なんかもうすぐに当たり前のようにそのラインに入ってくるんだよね、うん、なんだろう、ねえ、アグリ結構飛ばしてなかった、飛ばしてた、俺飛ばしてた、ね、飛ばしてたよね、だからあれ見て、ああ、なんか面白い番組だなーっていう感じそう、でもうちの嫁が喜んでたもん、へえ、面白いテレビやってるよーとかそうなんですよ、面白いテレビだって評判なんですよこれね、うん、でもやっぱ三本さんね、あの自動車ジャーナリストの、はいはいはい、いわゆるこの車のプロ、うん、もう必ずあれだね、スカイラインの 2000GT 乗ってるね、確かにそうだ、やっぱりそういうもんなんだね、そう、この時代はね、やっぱもう箱須賀憧れたもん、ああやっぱ本当にいいんですか、当時としては完璧でしょ、ああそうですか、うん、すごい車なんだね、本当にプロが認める車だね、やっぱ、うん、愛車遍歴フェスティバル in お台場開催決定、僕らの車をはじめ数々の名車が大集合、ゴールデンウィークはみんなでお台場愛車フェス、久しぶりの箱スカどうでした、渋いっすね、渋い、渋いですね、この当時の車ってものすごいそのインパクトがあるじゃないですか、はい、あれがいいですね、いいですね、今の車って近づかないとトヨタなのか日産なのかホンダなのか分かんないもん、あ、もうそれすらもう分かんないですね、確かに、確かにね、さあそれでは土屋さんの愛車遍歴振り返っていきましょう、はい、ではこちらがですねサニー飛行の愛車遍歴になりますね、うん、はい、なるほどね、下21歳日産サニーで、またね22歳も日産サニーなんですよ、はい、まあ、レースやってますからレースと同じ車を普段も乗るっていう、レース車両に慣れるため
普段から乗る車も同じ3人にするという徹底ぶり。これ以降土屋さんの愛車遍歴はレース車両と同じ車が普段乗りの愛車となっていく。まあ、あのスペアカーも3人もう一台用意しておく。それどういうことなんですか。土屋は表彰台か前尊かって言われてたんで。あ、そうか、予備がね、まあ、ないとね、予備、とりあえず予備、いいですね、分かってんだね、自分で、分かってまんまじゃねえか。これで25歳でスターレットに行くんですね。そうですね、あのチャンピオン取らないと24の時かな、次のレースはお前ないよ、自分で金払い、自分で金払うのは無理でしょ、1年間のランニングコストだけでもういっぱいいっぱいで、うん、だからもう何が何でもチャンピオン24で取って25でトヨタスターレットを買ってもらうんですよ。そのため普段から乗る車もトヨタスターレットに。軽量ボディと優れたシャシーバランスから入門用のレース車両として支持を集めた。このぐらいの時はもうドライバー1本なんですか。いや、食って、いやいやいや、食えないですよこれ。全然食べれないですよ。チャンピオン全く食えないですよ。仕事しながらですか。もちろんもちろん。この29までそうですよ。そういう生活ですよ。20代半端じゃないじゃないですか。そうですね。いやだけど好きだから苦労じゃないんですよ。ああ、別に辛いとは感じてないんですね、はい。そんな土屋さんの名を一躍有名にしたのはプロレーシングドライバーを数多く輩出したアマチュアレース、富士フレッシュマンレース。なんとトヨタスプリンタートレノで開幕6連勝を飾る離れ技をやってのけた。このスプリンタートレノでチャンピオン取ってからですよね、トヨタ自動車からお金もらえるようになって、よし仕事辞めよう、全部辞めましたよ。やっとここで、あ、来たね、ここから、はい、レース1本で給料になるのはやっとここ。そうです。うわー、大変だ。10年大変じゃないんですよね、本人は。好きなことをやってただけ で、で好きなことをやるためにこの仕事をやんないとこれができないっていうだけの話ですよね。この、 あのあれですよね、86のレースで開幕6連戦優勝されたんですよね。 それでやっぱり土屋圭一はすごいぞって言われて、6連勝、6連勝、はい、そんなフレッシュマンレースでも勝てないですから、この辺になるともう食っていけるってことで、やっぱ一気に年収的にも、年収的には350万ですよね。そんなもんですか。そんなもんなんだ、命がけでも350万なんていう金はね、朝昼晩って働いてたら金額ですからね。ラッキー、働かないでそれもらえるんですもんね、レースだけ。そうですね。でもうこの頃から雑誌をレギュラーで7本ぐらいやってましたから、月だからなんだかんだで450万ぐらい年収になるじゃないですか、はい、それで僕は東京に出てこいって言われたんで、はい、その雑誌の編集長とか、はい、お前はもう雑誌で食えるよって言われて、それで僕の恩人である稲田大二郎さんっていう、まあ、暴走族のクソジジイがいるんですけど、そのクソジジイがこれまた詐欺師みたいな親父で、でもお前面倒見てやるから東京出てこいって言うから出てったわけですよ、はい、で面倒見てくれると思ってたの、チャンピオンももう3年連続のチャンピオン取ってるし、はい、そのクソジジイね、その編集部の社長室の、うん、ここで寝ればいいだろうで俺荷物持って出てったら東京に、だからその社長の机の下で寝ろって、そのじじいや足臭いの今思い出しても嫌なぐらい、人間足の臭い親父で、でその大ちゃんの机の下で1年間寝てました。だって金ないんだもん、ちゃんと寝るんだそこで豪快な話だな。でその足の臭いあの社長の机の下で寝てて1年間、その間に金貯めた。えその時結婚はあしてましたよ。え、あの中に子供もいましたよ。え、単身で。そう、え、後から奥さんたちは、はい、まあお子さんと、はい、東京に呼び寄せるのは何歳の時ですか。いや、そのままフェードアウトで別れましたけどもね。あ、別れたのね。フェードアウトしたんだ。あ、なるほどね。こっちはもうこれで俺はプロになるんだっていう、東京に出て行きたい。なるほど、なるほど、ね、でその夢を前の嫁に伝えると一人で行けば、まあそうは、まあ、しょうがない、分かれるでしょうねそれは、ね、うん、だからもう本当にもうこのプロで食っていくしかないってもう決めたのが、そのもう東京出てきた1年目ですよね、うん、でこれでチャンピオン取った時に、うん、トヨタ自動車からその全日本、これまだアマチュアレースですからね、うん、で全日本に出してやるって言われたんですよ、うん、すごい、でまた契約金もらえるじゃないですか、はい、っていうのからトントン拍子ですよね。
プロになるきっかけを作った車がトヨタスプリンタートレノ。実はこの車を土屋さんは現在も所有している。そこで今回特別に本人の愛車を持ってきてもらった。怖いよ、うるさいよ、何時だと思ってんすか。それでは土屋圭一さんの愛車86に登場してもらいましょう。どうぞ。いや、ここでしょ、真骨頂は。ねえ、これでしょ。おお。おお。今後ろ下がりました。こちらが土屋さんの愛車、トヨタスプリンタートレノ。型式名称 AE86 から86の愛称で親しまれた一台。最後のトヨタ製コンパクト FR スポーツとして現在も根強い人気を誇っている。土屋図仕様としてはエンジン、足回りはもちろん、86にちなんで限定86個しかないドリフトキングバケットシートを搭載。いつでも走りを楽しめる車となっている。うるさいよ、何時だと思ってんすか、何時だと思ってんの。昼間だ、まだ昼間だ。そんなうるさい、うるさい、ね、出ましたね、来たね、86、これ、ね、ドリキン新コッチョ来ました、ね、来た来た、世界の86ね、初86、そうです、この番組、あ、そうなの、初86です、はい、ダメだな、分かってないな。ねえ、最近また86って名前の車が出てます、ね、出ましたね、もうこれの、まあ、元々の86ですね、そうです AE86 と形式で呼ばれた、はい、長男、そうなんです、イニシャル D でしょ、そうそう、藤原辰巳が乗っていた、ね、嬉しい、ね、俺知ってることが嬉しい、当たり前でしょ。それはバリバリ読んでたの。でトレノなんですけど、はい、実は販売は兄弟のレビンの方が売れたんですよね、はいはい、そうですね、86レビンって呼ばれましたもんね。そうなんです、やっぱコントロール性の良さとこう遊べるこう範囲の大きさで結構人気が出たんですかね、うん、やっぱりモータースポーツにやっぱりこうレビンの方がこうやちょっと軽いんですよ、動きが、でトレノの方はこう3ドアハッチバックで後ろがガラスが結構重いんでまったり動くんですよ。へえ、だからモータースポーツベースはレビンの2ドアクーペですね。そこで俺がじゃあこれで買ってやるってトレノを持ち出したの。はあ、なるほど、ちょっと栗の方持ってきたわけですね、ちょっとこれで買ったらかっこいいかなみたいな。なるほどね、分かる、気持ちは分かる、分かる分かる、はい、後ろはねこうすっきりしたスポーツカー、はい、そうかそうか、こんな感じか、はいはい、あ、そう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 、かっこいいですよ、めっちゃくちゃ楽しい、遅いんだけどすんごい楽しい、ああいい車だ、いい車だね、そう、ね、はい、すごい、乗ってみたいね、ね、いいですね、これはいいじゃないの、それは乗せますよ。マジっすか、乗せますよ、何のために乗ってきたの。まあ、まあ確かにそうだね。ドリフトしてあげようか。いやいや、まあドリフトドリキン土屋だよ、ね、はい、ドリフトに乗れるってなかなかないことだから、そうですね、見てたんだから、はい、テレビで、ああありがとうございます、あれを今体験できると思ったら、はいはい、すげえテンション上がるんですよ ね, ね、いいですよ、だって俺アグリコン出てるの俺すんげえ羨ましかった。アグリさんのね、あれにも乗ったし、そうだ、ね、ここでドリフトをしてくれたらちょっともうこの番組やってよかったと思うね。確かに乗せちゃいますよ、俺乗る、はい、じゃあ俺も乗る。じゃんけんだね。じゃんけん。みんな乗らない。だからだからだから。パワーがないから、4人乗るとドリフトしない。しないんだ。1名限定。しないんだ。そういうの。そっか。じゃあ俺で乗れないか。俺でいいかじゃない。じゃんけんして。じゃんけんじゃんけん。ちょっとサイコロってなくなったの最近。そういえばサイコロ。サイコロどうしたの？サイコロだったの文句言う人いるから。あれはダメ。サイコロダメだよ。オッケー。じゃんけんじゃんけん。はい。最初はグー。じゃんけん、ポイ。アイコでしょ。はい、待って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 。ここへ座って。ね、なんでそうやってさ、サドンデスやりたがるわけ。普通にすればいいじゃん。違う違う違う。いやいやいや、今ので、ね、分かったの。グー2回出してきた時の、いや、大体これだ。最初はグー、じゃんけん、ポイ、もう一回、もう一回だ、何だ、何だ、何だ、分かるんだ。何だ、裏。もう一回だ勝った瞬間、もう一回だじゃんけん、ポイ、もう一回だ、何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 だ、うわぁ、すげえ嬉しいよ。これは憧れだよマジで。これは面白いですよ、本当に面白いですよ、土屋さんのここに乗れるなんて、うわ、バケットシート、すごいよ、俺のために作ったような、いいでしょ、いいでしょ、ハマるよ、ね、
これ限定、限定ドリフトキングシート。これ？そう。では行ってまいります。うわー嬉しい。シンプルだな。シンプルでしょ？うん。そう。すごいエンジン。いい音。ねいい音。いい音。え、こんな嘘？こんな捨てないの？あーすげえ。うそ。うわうめえ。うそ。どうやってドリフトしてやんのこれ。面白いでしょ。面白い。面白いのだから。すごいね。パワーじゃないよ。面白いでしょ。へえ。すげえなー。いや本当に単純に面白い。何？すげえしょうがない。こんでこんで喜んじゃってる。天才だ。天才。何がすごいってドリフトさ、まあ、初めてなんだけど、まあ。ドリフトってなんかこうアバウトな感じしてたんだけど、コースがほぼ一緒なのね。そう一緒だった。そうだよね。正確性があるの。正確なのね。アウトインアウトでね、綺麗に走るっていう。ライン的にはレースと一緒。アウトインアウトで車に負担をかけないで行きたい方に行かせる、逃がせる。だってあんなさちょっとこうヘアピンに近い時にさぐるーっと回っちゃいそうじゃない。あそこの逃がし方難しそうですけどね。余計なこと言ったな。ただまあ楽しかった。ああすごいね今のね。本当にすごいね。怖くないんだよ。しかもすごい、ありえないスピードで突っ込んでるけどね、うん、あっちとか、うん、ああそういやー感動したすごいね。いや見てる方もすごいよねやっぱ。もうていうか86って面白いでしょ。面白いね。だってただか1トン弱でそれで170馬力ですからね。あだから今時の車ってみんな300馬力400馬力あるじゃないですか、はい、だからパワーがあれば面白いかっていうとパワーなくても面白いっていうのが分かるでしょ。分かる。それは分かる、うん、それが86の魅力ですよね。あ、はあ、楽しい。ありがとうございます。じゃあ土屋さん内車遍歴振り返りましょう。はい、こちらが、スプリンタートレノ以降の内車遍歴になります、うんはいうん29歳トレノ、そして30歳トレノです、はい、続いてで32歳でシルビアに、はいはい、32歳の時に購入したのが日産シルビアケース。175馬力のターボエンジンを搭載した FR スポーツで走りにこだわる若者を中心に大ヒットした車である。これはですね、もうこの年に
あのグループ A っていう世界選手権があって、はい、BMW の M3 に乗れるっていう話があったんですよ、はい、だからもうスプリンタートレーナーだとパワーがないんで、はい、もうちょっとパワーのある子の練習したいな、そこで日産シルビアが13が出たんですね、うん、まあターボだったんでタービン変えてパワーアップして、それで練習してそのグループ A レースの BMW M3 に乗ってレースしてた、うん、練習用ね、はい、そうなんだ、あそういうことね、そうですね、まあ、グループ A は86から始まって、シビックに乗ってそれから BMW M3 っていうクラスがどんどん上がっていって、うん、で1クラスっていう1クラスっていうのはもう世界でトップの一番速い車っていう、でそれがこの時がそうですよね、32の GTR。 次なる愛車が国内外のレースで大活躍した日産スカイライン GTR。 土屋さんはこの車で一躍トップレーサーの仲間入りを果たした。このぐらいになってからですよ、初めてその一流の人たちにお前が土屋かって言われたのは、ああ先輩のすごい人たちに、それまではおい小僧って言われてるだけで、一番辛かったのは高橋邦光さんとその 32GTR で組んだ時ですよね。組んだんですね、はい、憧れの神と、あのテレビのインタビューもあったんですね、うん、そしたらなんていう名前だっけ、ね、それまで何年も一緒に仕事してるんですよ、だから1クラスに上がんないと名前も覚えてくれない、そうなんだ、それでもショックだったんですか、ショックでしたよ、そうですよ、ね、神は顔は知ってるけど名前は知らないんだ、神は名前覚えなんですね、長嶋茂雄と一緒で覚えないんだそれで一緒にやろうかみたいな、すごいことじゃないですか、いやもう直立不動ですよ1年間、そんな直立不動の関係だと組んだ時もちょっともうプレッシャーがすごくないですか、プレッシャーあるんですけど、もう中学生の頃からの憧れの人じゃないですか、うん、でマスコミがね、陰口言うんですよ、もう高橋邦光の時代じゃない、星野和義の時代だ、うん、それがね僕の中で悔しくてしょうがなかった、だから邦さんから話聞いた時はもう金いらないから金もうギャラいりません、へー僕一生邦さんのところで走ります、へーでも絶対に高橋邦光を表彰台に上げるっていう気持ちしかないですよね、この後世界最速を誇ったあの名車が登場、おお来ましたね、うわ懐かしい、これかっこいいな、かっこよかったよねこれ、続いての愛車に登場してもらいましょう、どうぞ、ねえあこの音は聞いたことあるぞ、おーおー RB26、うわ来ましたね、うわ懐かしい、これかっこいいな、かっこよかったよねこれ、土屋さん33歳の時に乗っていたのが日産スカイライン GTR、 先代モデルの生産終了から実に16年ぶりに復活、レースに勝つために開発されたレーシングベースモデルである、羽鳥さんです、今日は千葉県からお越しいただきました、はい、実はですね、先ほど登場した羽鳥さんいらっしゃるじゃないですか、はい、2000GT、はい、弟さんで、兄弟で、あ確かに兄弟、あ似てる似てる似てる、あらすごい、兄弟でスカイライン持ってきてくれたんですか、見てました前回のホイール取れた回、あ見てましたお兄ちゃん、何年式ですか、これは平成5年ですね、20年近く前 か、これってそんな前だったのか、そうだよ、そうですよ、この時代世界一早かったもんね、そうそう世界一早かった、この当時っていうのはそのグループ A って言って世界選手権がやってたの、でもうポルシェから何からいっぱい出てるんだけど、これがもう全部周回遅れにするっていう周回遅れ、だからこの1990年って、はい、もうこの車がその日本っていうか日産が世界にすごい車があるって教えた年だよね、なるほど、いや本当に強かったんですよね、全日本ツーリングカー選手権ってグループ A と言われたレースで、はい、なんと4シーズン29戦無敗という戦績を残しておりまして、最後にちょっと負けちゃってね、記録より記憶に残る名車と言われているスカイライン何が節なところなんですよ、
ね、締め切り負けちゃったんですよね、最後ね。それでもすごい速くてですね、先ほど土屋さんがおっしゃった RB26 のエンジンで、はい、ツインタンクですね。で、足回りもアテーサの ETS とか、あとスーパーハイキャストとか搭載していて、はい、そのパワーに見合った足回りを、はい、これから4駆になったんですよね、この GTR から。そこまでは FR だったんですけれども、はい、走るため、勝つために作られた車だと言っていいと思います。補てつもなく早かったですよ。僕まだその前年度はフォードシェーラーっていう世界チャンピオンのマシンに乗ってたんですよ、はい、うん、周回遅れにされましたからね、これに。へえ、そんなにですか。別格だ本当に。じゃあ全然早かったもん。だこれもそう、この時代1990年代ってこの顔がミラーに映っただけで車がみんな避ける。もうベンツだろうが BM だろうがみんな避けるんだから。だってケンとメリーが最後ですからね。そうです、そうです。そうか、知ってる、ケントメリー。はい、知ってます。愛のスカイラインちょっとちょっとどうかなこれは懐かしいな。あ、この音は RB26。 はあ、これでレースができるって羨ましくてしょうがなかったもん。へえ、本当にもう超一流の、その星野和義様とか蓮見正弘様とかね、そういう大御所じゃないと乗せてくれないの、日産が。そうなんだ。日産の許しが出ないと乗れない。すごいドライバーじゃないとダメなんだ。そう、憧れたじゃん本当の。乗りたくて乗りたくてしょうがなかったもん。これ出た時すげえ早かったよね。早かったっすよね。これは本当に噂は聞いてましたよ。いや、この加速はねすごかった。でも土屋さんが言うんだから本当そうなんだね。俺らレベルだったら本当思うけど、もう早いってね、プロだと思うんですね。いや、だってその時代でこれより速い車ないんだもん、うん、へえ、そりゃさびっくりするよね。はあ、これはすごかった。久々ですか今運転するの。いや、もう懐かしい懐かしい懐かしい。もうね、3人乗るとね飛ばしたくなる。あ、そう。あ、いえ、早いよね。早い、うわ、早い早い、音いいな。そう、うわ、これだってさ、だって20年前でしょ。そうそう、1990年でこの速さがあったんだよ。うわ、すごい、速い、速いよね、速い面白い。そう、うわ、そういうことなんだよね。今だとこの速さって当たり前なんだけど、90年でこの速さっていうのは本当びっくりしたよね、世界が。うわ、さすが安住さんの友達だよ。すげえな。同じことするよ。気持ちいいでしょ。気持ちいい。気持ちいいな。で、やっぱりさ、プロの運転ってさ、怖くないんだよね。面白いんだよね。そう。あ、確かにそう。絶対的な安心感があるのもあるから。これ多分知らない人だと怖いもん。そうだよね。うん。よかった。すごい。いやー、これで俺アグリのがうまいとか言われたら俺どうしようかなと思う。いや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 、はい、ええわ。うわ、タイヤの匂いが。やっぱいい車。はい、ええ、いい車ですね。速い。そう。ね。速いですよね。今の車の速さだね。そうそうそう。ね。ね、そう。さあ、そしてね、本日登場したね、土屋さんの、はいはい、愛車遍歴、ハコスカで86、はい、GTR、はい、まあ、どれもね、まあ、名車なんですが、はい、外車を。外車が。はい、一台もありませんでしたね。アグリなんか言ってなかった？いいよ。全然外車って、何も言ってないですよ。いや、その当時だよ。はいはい、1980年90年まで、はいはいはい、外車って、うん、こうやって飛ばすとすぐ壊れちゃう。ああ、そうなんだ。確かに昔はそう。その名前は出さないですよ。はい、世界の名車と言われる車たちは、はい、こうやってサーキットをガンガン走るとすぐ壊れちゃう。で、走るの好きだから、うん、壊れちゃうと嫌なんですよ。そっか。それで日本車ばっかりこう乗り継いできたの。なるほど。その辺の話もちょっとまだまだ聞きたいんですけども、はい、ちょっと足りないです。時間がない。はい、そうなんですよ。だからもう、土屋さんの回はね、はい、もう俺全編これ、2週に分けて、行きましょう。ありがとうございます。これをちょっと。これアグリにこう自慢できるよね。確かに、だってアグリの時1週間で終わったんだろ。確かに確かに抜きましたよ。2週ですよ、土屋さんは。アグリさんは1週、土屋さん2週。アグリさんすいません。すいません、本当オーナー、うちのオーナーなんでですね、アグリさん悔しいでしょうけど来週も見てくださいね。ということで土屋さん来週もお願いします。はい、ありがとうございます。それでは次回の土屋圭一さん後編もお見逃しなく。それではさよなら。さよなら。For me to take
Yeah.